はい、皆さん明けましておめでとうございます、はい、今日は新年一発目のガサガサに来ています。前回に引き続きもう一度様子を見に来ました。はい、今回も大量にいるのかどうかちょっとね見ていきたいと思います。それでは新たに新しいヨシが取れたらいいなと思って、うわなんだこれやっぱりすごいわ。スゴモロとおーでかいし、オイカはなんかサイズ前よりでかくね、成長してるっすね1週間で。でかいの増えてるやん。ほい。すごいなマジで。相変わらず。僕はね撮影メインでこの動画は撮っていきたいと思います。ザリガニ、なんでこんな時期にザリガニ動いとんの。よし、いっぱい捕まえてや、ドラゴン。ほら、前のインパクトが強すぎるから前ほど王とはなれへんな。うん、前持っとったよな、もうちょい上か。よう考えたら前もっと寒かったやな、氷張ってたもんな。今日は全然いけるな普通に。お、え、歩きにくいゾーン来た。うん、魚が多すぎて歩きにくいゾーン。もう普通にこうやって網歩いて持って歩いてたら入るよ。おおおお、チビめっちゃおる。すごいすごい、これ網前に構えとこ。あ、入った入った。そうやろ、入ってた。このまま歩いていったよ。お、ちっでけ。でかっ。綺麗なオイカワだな。これちょっとキープしようか。こいつ綺麗なオイカワだな。これも結構綺麗。あ、この辺全部オイカワだぞ。あ、本当だ。全部オイカワや。あ、一匹だけすごい入っとった。これ、これも入れていい？あ、ええよ。はい、いいね、そこ。さあどうだ、ゴミすくいすぎ、泥まみれ。どうなるか分からん。ああ、だから2匹ぐらいしか入ってない。なんか俺の方がいっぱい入ってない、何もしてない。前回ここめっちゃおったとこなんですけど、なんか今全然おらんみたい。ああ、ちょっと待って、
え、マジでほんま何もおらへん。違う魚種おらんかな。違う魚種。エビだ。おい、みんなええよ。よっ。この人なんか怪しい。ブラックバス来よ。ブラックバス来い。ブラックバス来い。うら。わお。めっちゃ入ってるやん、この中。おっ、ここになんかでっかい魚挟まってるぜ。おお、にごい。にごいめっちゃおる。でかっ。きれいな。にごいっすね。よし、盛り返しまーす。はい。まあこんなもんでいっか。もうちょい。こっちに変わる。面白い。つや、みんなこっち。それこっちノーマルのカマツカ。はい。それ一緒に買ってもおもろいじゃん。ノーマルのカマツカと。